東側諸国、東側諸国、東側、シオ国、東側、社会主義陣営、共産主義陣営とも、イースタンブロックは、冷戦の間、ソビエト連邦及び中央ヨーロッパ、東ヨーロッパの衛星国、ウルカー、ルーマニア、ハンガリー、チェコスロバキア、東ドイツ、ポーランド、1960年代前半までは、アルバニアも含むを指して使われた言葉である。 対する陣営は西側諸国。東側諸国はソビエトに主導された軍事同盟、ワルシャワ条約機構の加盟国や社会主義国による国際間経済組織、経済相互援助会議、コメコンの加盟国の別名としても使われた。名称の由来は、米ソがヨーロッパを東西に二分したうち、地理的に近かった東欧側をソ連が解放者の衛生国として、 勢力圏に置いたことにある。米国がマーシャルプランにより西側諸国を経済的支配に置いたことを警戒したソ連は、東欧諸国にマーシャルプランのボイコットを呼びかけ、対抗して、経済相互援助会議を創設し、東西両陣営の対立は鮮明化した。ソ連に解放された国々では、ソビエト連邦共産党のように一党、独裁体制を樹立、計画経済、 秘密警察、強制収容所が各国で真似られた。また、東、ヨーロッパのみではなく、東アジアでは中華人民共和国、北朝鮮、モンゴルをはじめ、ベトナム、ラオス、カンボジアといったインドシナも東側陣営に組み込まれていた。北東アフリカでもエジプト、エチオピア、スーダン、ソマリア、リビアなどが東側の同盟国であった。西アジアでは、 南イエメン、イラク、シリアが東側に近かった。アメリカ大陸のキューバもそうであり、このように第三世界諸国の中にも東側寄りの国が多くあった。ユーゴスラビアは東側諸国やワルシャー条約機構加盟国になったことがない。ユーゴスラビアは社会主義国家ではあったが、首都元帥率いるパルチザンが第二次世界大戦中にソ連が迫る前に、 独力でドイツ軍からの解放を成し遂げ、加えてスターリン主義に対する批判を行ったため、戦後もソ連の指導力は限定的であった。ユーゴスラビアは冷戦中中立国であることを宣言し、非同盟運動の提唱国の一つとなった。スターリニズム国家のアルバニアも第二次世界大戦の過程で政府を独力で樹立し、ソ連軍の影響からは、 独立した状態であった。アルバニアは1960年代前半に中蘇対立の結果、ソ連と決裂して中華人民共和国と同盟し、反修正主義を貫いた。朝鮮民主主義人民共和国は、建国期から朝鮮戦争期の1950年代までは、ソ連の影響下にあり、ソ連に加え、同時に中華人民共和国の軍事支援なども受けていた。その後、 体制内派閥構想による粛清が多く行われ、満州派であった近日政主席への個人崇拝体制へと変貌してゆく中で、中祖対立の結果、双方と距離を置いた主体思想と呼ばれる独自路線の体制、外交路線に向かっていった。民主カンボジアは中華人民共和国の支援を受けており、また対立していたベトナム民主共和国を支援していたソ連とも対立した。 カンボジア・ベトナム戦争では、ベトナム社会主義共和国の軍事侵攻を受け、さらにベトナムの支援によって、親、ベトナムソ連政権のカンプチア人民、共和国政権が誕生した。アメリカ合衆国や日本などの西側諸国も、クメールルージュによる大量虐殺を受けてもなお、カンプチア人民共和国ではなく民主カンプチアを支持した。 東側の国々はしばしば軍事力を通じてソ連の勢力圏に留め置かれた。ハンガリーは新疎政権を倒してハンガリー動乱より民主的でモスクワから独立した共産主義の道を模索しようしたが、1956年にソ連軍に侵攻された。ポーランドの指導部はブワディスワフ・ゴムーカを第一初期に選出しようとしたが、 ゴムルカの選出をやめさせるようにとのソ連軍による最後通を受けた。チェコスロバキアは1968年のプラハの春の自由化の後、ソ連軍に侵攻されたチェコ事件。チェコスロバキア侵攻など1960年代後半以降の東欧侵攻に関するソ連の外交策はブレジネフドクトリンという公式な政策として成分化されている。 しかし1980年代後半、ミハイル・ゴルバチョフの率いるソ連は、次第に東側諸国への内政干渉を行わないようになった。ブレジネフ・ドクトリンの廃止とシナトラ・ドクトリンとして知られる、新思考外交は、東欧に劇的な影響を及ぼした。東側諸国の新疎政権は1989年の夏から冬までの間に次々と崩壊し、東欧革命。 東側は終焉を迎えた。東欧革命以前でもワルシャワ条約機構のすべての国が常に集団で行動したわけではない。1968年のチェコスロバキア侵攻はルーマニアの非難を受け、ルーマニアは侵攻に加わらなかった。中、時期は一致せず東側諸国の一覧ではない。ソ連軍の顧問団の派遣や技術の供与を約束する。 友好協力条約を結んだ、ソ連軍に港を使わせた、ソ連軍の基地を置いた国を含む。ソ連以下は五十音順。共産権、共産権ではなかったものの東側諸国と友好的で軍事的にも親交があった国々。その他、戦後、イラン北西部、イラン北東部、東トルキスタンといったところで、新疎外来政権が作られたことがある。ヨーロッパ、 アジア、アジア。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。